こんにちは、スプリングです。私は今、兵庫県姫路市。本日はですね、非常によろしい天気ですので、まあ以前も撮影をしたんですけども、鬼神戦の撮影をしていこうかなと思います。向こうには夕日が出ております。では早速ね、撮影地の方に向かっていきましょう。いや、この日はね、なぜかわかりませんけども、朝起きてから、謎に和歌山県に拉致をされまして、桃を買いに行く。ちなみに私、桃アレルギーなんですけどね。その、桃を買いに行ってしまったために、全く動画が撮れておりませんでした。まあ、これはちょっとまずいなということで、まあ最後にね、ちょっと一本だけ、撮っておこうかなと思って、まあ家に帰ってから、まあ少しだけね、車を走らせて、鬼神戦の沿線までやってきたという次第でございます。いやー、美しいですね、もうこの夕日。そしてね、もうこの辺りも田んぼに水が張って、田植えもされております。というわけで早速ですけどね、ここで、列車撮影をしていこうかなと思います。この太陽がね、太陽がこの水田に映っておりますので、これを入れながらね、列車と一緒に撮影をしていこうかなと思います。まもなく右手、後方から、キハ127でしたっけ、キシゼタの車両がやってまいります。まあ、非電化を走る223みたいな列車ですけれども、まあ、今回ね、まあ、そういうのは車両メインではなく、まあ、風景メインで撮っていこうと思います。列車やってまいりますよ。いやー、夕日を元にね、走る列車、とても良いなと思います。まあ、この最新型の機動車、まあ、最新でもだいぶ経ちますけどね、この車両ですけども、まあ、ちょっとね、こんな感じで風景気味で撮影をすることで、まあ、セレス車両ですけども、雰囲気の出る、いい写真になったんじゃないかなと思います。まあ、キハ40とかね、そんなのが来てくれれば、まあ、文句はないんですけども、今では全てあの車両になっておりますので、まあまあまあ、文句を言えずにね、撮影をしていきましょう。まあ、本当にね、まあ、普通の場所にはなるんですけども、まあ、探してみると絶景っていうのはね、身近なところにあるもんでございます。向こうにはね、太陽が沈みつつありますけども、まあ、こうやってね、沈む太陽、そしてそこに雲があると割とね、雲が虹色に光ったりもしております。まあ、こんな感じでね、ちょっと夏らしい雰囲気も撮影をしてみました。まあ、踏切の奥にね、雲がありまして、非常に なんか懐かしい雰囲気。まあ、いかにもね、夏空という感じですよね。さあ、それではね、もう少し撮影をしていこうかなと思います。まあしかしね、もう時間が時間で、もう太陽がこの山の方に沈んで生きてしまいます。まあ平日ですとね、結構本数あるんですけども、休日ですのはあまりません。まあちょっと雲がまた虹色になっておりましたね。あれが彩雲と呼ばれるものになります。ちなみにこの向こう側、大市駅という駅があるんですが、そろそろ列車がやってくるですかね。まあ確かね、この姫路市で一番端っこの駅だったかなと思います。まあこちらには、アオサギですか。まあ、鳥さんもね、一緒に列車を見ようということでここにやってきております。まあ、鳥鉄、まあ、鳥仲間ですね。私も鳥の一種かもしれません。お、なんか、餌を探してるんですかね。まあ、なんかね、チュン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 。チュンチュンは言わないか。まあ、こんな感じで田んぼの中をね、うろちょろしております。まあ、虫とかがいたら食うんでしょうね。まあ、向こうはね、のんきに飯食ってますけども、こっちはね、しっかりと写真を撮っていこうかなと思います。だいぶいい感じになってまいりましたね。さあ、そして、列車は大市駅を出発をして、こちらの方にやってまいります。まあ、ちょっとね、今回空を入れながら、またね、同じように撮影をしてみようかなと思います。やっぱこの田んぼがね、やっぱ綺麗ですよね。この夏の空を、この田んぼが映してくれております。まあ、完全に水鏡とはいきませんけどもね、ちょっとそれを入れながら撮影をしていきましょう。まあ例のね、ステンレスの車両が通過をしてきました。写真はこんな感じになりました。まあちょっとね、この空を大きく入れて、その真ん中を走る列車、これを表現してみましたよ。なんか上の方には、コントレイル、飛行機雲ですね。いや、なんかああいう風な風景を見ると本当になんか懐かしいような、いいなというような感じがいたします。さあ、というわけでね、ちょっと短い撮影にはなりますけども、今度最後の撮影をしていきましょう。今度反対側に移ってまいりました。この、ね、空に映る残照とともに列車を撮影をしていきたいなと思います。ゆっくりと列車が大市駅の方に向かっていきました。もっとね、この列車の側面に光が反射するかなと思ったんですけども、ちょっと光が弱すぎたのか、そこまで行きませんでしたが、それでもね、個人的には非常に満足な写真が撮れたんじゃないかなと思います。まあ、向こうの方にはね、うっすらと夕焼け、そしてまだコントレールが残っております。いやー、いいですね。本当に身近なところ、いろいろ絶景が隠れているものです。というわけで写真はね、こんな感じになりました。
やっぱり夏のこの時期はね、夕方が一番綺麗かもしれません。いやー、非常に美しいのが撮れたなと思います。飛行機雲とも一緒に撮ってみました。というわけで本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。